ございます。久しぶりに見ました。天下の報道来ましたね。はい、まあ本日はですね、はい、まあ、僕んちということで、はい、まあ、本日はなんと新しい授業に入りました。おお、剣、はい、新しいヘルメットができました。おお、ということでですね、はい、はい、まあ今回ちょっと新しい新人の、はい、N さんを紹介したいと思います。はい、どうぞ。どうもこんにちは。N です。 MT 工業の NT 工業の N です。 MT 工業の N です。 MT 工業の奥田達也の MT 工業の MT じゃない。すいませんでした。あ、叩けんだろ。自分のヘルメットピカピカだね。ピカピカっすね。私今日ヘルメットができました。おー、まあ、新人は嘘なんですけど、まあ見ての通り、はい、あの塗り替え道場のね、社員です。軽く叩かれてた営業マンの人ですね。そうそう、言葉が全部薄っぺらいですね。コメントを見ております。もっとじゃんじゃんコメント入れてください。はい、ということで、今日ヘルメットができて、はい、で、やっとできたんでちょっとみんなに紹介しようかなと思いまして。あれ、何週間前ぐらいでしたっけ、あの動画って。あれが1ヶ月ぐらい前じゃない。あ、もうそんな前ですか。で、そっからちょこちょこなんか、いろんなところに、はい、聞いとって。あ、そうなんですか。で、やっと作り始めて、で、3週間ぐらい、はい、3週間ぐらいできましたね。へぇ、めちゃくちゃかっこよくない。なんか、いや、わかんないです。ヘルメットの下が、ヘルメット、あ、そっか、下がね、そうベースがね、ベースがないですね。パーツサインでベースがない。どういうことや、今わかったわ。なんでやねん。なんでやねん、やらんのかい。ほんまにおかすぎやろ。ここレボリューションバチンやろ。まあ、前なんその塗り替え道場の時のヘルメットちょっと違って、はい、お前ヘルメットとかないでしょ。だって今ないですね。でしょ、だっていらんでしょ、はい、ヘルメット。いらないですよ。いらんよね。でもこれは欲しいです。嘘、いいよ、いや、売ったらいくらですか。7500円。高いの。自由に高いの。でもこれがどうだったっけな、金額忘れたんだけど、2個作って、まあ高いで1万5000円ぐらいだった。少ないから、2個で。で、そのヘルメット代は3000円ぐらいなんだけど、はい、そのステッカーとかね、その型代が、あ、はいはい、結構かかるもんで、はい、1個だと7000円とかそれぐらい。高いっす、ヘルメット1個で。で、まあ2個作ってっていう感じで、で、前のやつちょっと違って、はい、その形が全然違うんだよ。うわ、下のベースがありえな。ヘルメットが曲がっとるな。なんかちょっと曲がってますね。あの、仕事できんやつ大体ヘルメットが斜め。日英です。さすがです。こんなんでさすがったらコメントめちゃくちゃ早いな。ちょっと待って、頑張る。これバカがあるんですね。だから俺すっぺらいんだよ。で、まあ、今回ヘルメット紹介で、その全然違うって言っても、そのシールドがないんだ俺。もともとさ、このシールド、はい、こうシールドとかもあるんだけど、はい、とりあえず、まあ、安くヘルメット作りたいなと思ったもんで、まあ、この形にして作ったんだけど、はい、で、まあ、このマークね、はい、まあ、これはもう、これうちの、もう、なんていうの、シンボルマン。おー、まあ、ダイモンっていうか、まあ、桜のダイモンみたいな感じだな。はい、桜のダイモン、はい、で、左側が、まあ、社名。おー、かっこいいっすよ、これ帝国ね。 MT タガログ語、フィリピン語。 MT 語、普通に騙されかけた。お父さんに書いてもらった。あ、そうなんすか。嘘。そうっすね。普通に、引きたいだった。これ MT 工業品みたい。かっこいいですね。で、ちょっと、いいよ。ちょっとね、ラインが太いかもしれない、この。おー。右がね、安全第一。そうなんで、なんかまあ、スポンジが入っとってた。はいはい。これスポンジとかも、なんかオーダーするんですか。いや、オーダーって、これはもともと入ってるタイプ。あ、そうで、入ってない安いヘルメットもある。へー。それでもまあ、作れるんだけど。はい。で、どう、こういうヘルメットとか。いや、僕普段被らないですけど、なんかデザイン性が、このブランドじゃない、すみません、会社名の。あー、そうそうそう。これもなんかワンポイントあって、なんかかっこいいなって。クロムハーツからパクった。え、いや、あ、だからか、だからこの引き体なんすか。そう、クロムハーツさんと喋って、あの、Facebook で DM して、で、このクロムハーツ、そのクロムの M のところをちょっと使っていいですかって、はい、社名で言ったら、あ、いいよーって、オッケーってやるので、で、これ使わせてもらってる。あ、で、俺だけでこれ使わせてもらったの。さすが。で、ちゃんと Facebook であのクロムハーツさんに連絡したから。
あ、本当にそうですか。そうそう。で、この左の筆体はヴィトンさん。え、ヴィトンさんからハイブランドヘルメットじゃないですか。そうそう。だからそれもフェイスブックだね。すごい。皆さん、これがなんと7500円。で、これ右側も聞いて、右側も。はい。これ、市川海老蔵に書いてもらって。市川海老蔵ですか。市川海老蔵に書いてもらって。これ、市川海老蔵に書いてもらって。市川海老蔵に書いてもらって。市川海老蔵に書いてもらって。これが、今ならなんと7500円です。さすがです、高尾さん。7500円です。今のなんとですね、まあその、10分以内ですよ。10分以内に今、電話がすぐかかってきてますんで、今の10分以内に電話をかけてきたら、これから、漏れなくですよ。ここの紐、透明になるのと、このバイザーちょっと黄色のやつつけます。おお。それで税込み合わせて7500円です。安い安い。7500円。安い安い。部屋うまい有名なんで。なんかあ、そのこの、なんで俺がこのヘルメット選んだかって言ったらさ、はい、その塗り替え道場の時に、南施工サービスの時は、はい、違うんだよね、ここのさ、もう高いやつ、4000円ぐらいの、はい、ヘルメット4000円、4500円ぐらいのやつを買っとったんだけど、はい、それはここのさ、シールドとかもつけれてさ、はい、シールドをつけれたりとか、はい、できたもんで、それを買ったんだけど、今回なんでこれにしたかっていうと、この中が違うんだよね、このプラスチックのさ、はい、この頭をかぶる方の、この受けの方、これ、はいはい、ここが、やっぱその痛くなったり痛くならなかったりとか。へぇ。で、俺はその塗り替え道場ね、ずっとかぶっとっても、やっぱ痛くなるんだよね、ずっとかぶっとると一日。はい。ここのさ、はいはい、なんかフィットしにくくて、肩が動くし、はい、で、いろいろヘルメットかぶって、これが出るフィットしたので、これにした。まあまあ、金額はちょっと安いっていうのも魅力的だった。でも、最近流行っとんだよ、このヘルメット。つや消しブラックとかさ、はいはい、今も好きあるけど、つや消しの白とか、その、塗装ができるもんね、このヘルメット自体、うん、キラキラの塗装とか。めちゃくちゃ種類ありますもんね、前。めちゃくちゃ種類ある、だって本当に何種類ぐらいある。35種類から783種かな。へぇ、783種類ぐらいある、確か。嘘だよ、なんでそれぐらいで、まあ、まあ、まあ、それで、まあ、ここの、まあ、この、ここだよね、ここのさ、はいはい、頭被る方が、もうちょ、よくて、これ選ぶんです。あとは、まあ、その、この穴が開いてるとかさ、はい、まあ、穴、今のやつ、なんか、どこでも開いてるとかさ、で、別に開いてなかったら、ドリルで穴開けてりゃいいと思うんだよ。はいはい。で、まあ簡単なことやん。これで300円かかるんだったら、自分で3分ぐらいビン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 出るで穴開けるもんね。そうですね。か、この頭パカーンと取っちゃうとかさ。いや、それカッパやです。カッパですよ。なにカッパ。なにちょっと…いや、そうですね。カッパ。カッパ。まあそんなもん、ヘルメットの紹介って言ったら。はい。あとね、まあいろんな、まあ、ヘルメットなんか、はい、なんて言うんだろうな。結構その形も大事なんだけど、はい。はい、結構みんなさ、その俺の知り合いとかなんですけど、やっぱ形で選ぶ人もいるんだけど、はい、やっぱこのさ、かぶり心地の良さが俺一番だと思う。やっぱずーっとかぶるわけよ、これ、はい、頭痛くなったら嫌じゃない。かゆくなったりとか、はい、全然かゆくなるもん、これ。で、今回ヘルメット紹介ということで、はい、あれも、いいですか、ちょっともうちょっと、なんか今の MT 工業、ああ、今の MT 工業ね、はい、近況は、まあ、変わんないよね、ずっと、うん、ずっと、まあ、応援行って、はい、で、まあ、先週日曜日受けやったんから、受けで戸建て一軒行くんだけど、はい、まあ、それぐらいで、まあ、今後、まあ、でも、まあ、日曜日は動いとんね、日曜日は、まあ、現状だとか、見積もりだとかで、はい、で、平日は月曜日から土曜日までは、まあ、常駐で、まあ、いろんな現場入って、今、はい、だから、大きい労使入ってないもんね。今大きいところの地足場とか、だって工場の中とか、鉄骨の、はい、まあ、ボルト入れ本締めとか、なんかまあいろいろやってるけど、はい、もともとなんていうの、俺らってさ、民間の足場だったっけ、はい、一足のさ、はいはい、外壁に塗装するための、はい、で、その、もともと塗装するためだけの足場だったやん、はい、で、今、その全部だから、結局、その、もともと基礎を作る時からの足場とか、その鉄骨のボルトを入れたりとかって、うん、まあ、いろんなことやったらすげえ勉強になるよね。鉄骨のボルト入れるって、うん、なんかちょっと僕的にあんま分かんないですけど、うん、視聴者の方は分からないと思うんですけど、うん、ボルトを入れるって何を、足場にボルトを入れるんですか。じゃあ鉄骨、それ家の基礎やん、建物、
建物があって、建物の中がコンクリートか鉄骨かでも2つ2種類なの、はいはいはい、あとはまあその鉄骨とコンクリートが一緒のやつもあるんだけど、はい、もう基本的にこのさ、なんていうのかな、まあ、ABC とか言ってもわからんもんで、家のところに家の作り、はい、コンクリートのところはボルトはいらない、鉄筋っていうその鉄のなんていうのかな、これぐらいのさ鉄の鉄筋、はい、鉄筋をはわしてそこにコンクリートを流していくもんで、はい、そのボルトとかは使わないんだけど、鉄骨っていうのはその鉄骨ね、例えば足場みたいな感じで骨組みをこう組んでって、はいはい、でその周りにその外壁のなんていうだろう、外壁の、まあ、外壁を張っていくみたいな、はい、サイディング、そうそう、サイディング、はい、まあ、サイディングもそうだね、いろいろサイディング、簡単に言ったらサイディングとか張っていくんだけど、はい、そこの元よ、だね、ああ、そういうことですね、その柱、はい、柱、はい、その、はい、めっちゃ分かりました、分かった、はい、で、その柱の柱と柱の次のボルトを入れたりするよ、ああ、そういうことですね、そうそう、で、今そういう仕事をやってるもんね、なんか、ま、その、何にしてなんか、いろんなことで勉強になる、なんか、うん、こういう、なんか、レッカー使った時でも、まあ、こういう風にも使ったらいいんだとか、はい、なんか、ここ、なんて言うんだろうな、まあ、ほんとなんて言うんだろうな、そのやってみんと分からんけど、今、足場でも、同じ足場でも、なんて言うんだろうな、こういう風にバラすんだとか、はい、なんで今だったら、普通はみんな手でこうやってバラすじゃん、はい、手でバラして、どんどん渡して、下に落としていく、はいはい、今やっとんのは、コブに、はい、コブっていう足場、俺らの足場ってさ、こう見て、はい、こうコブが出てるやん、はい、コブのポケットの中に爪を入れて、はい、あの、手すりを打っていくでしょ、はい、でそのコブのところに、カチャンってなんか、その専用の機械つけて、あ、ハンマー叩かなくていいんですか、ちょっとその、バラすときで、ああ、そうです、その専用の機械つけて、はい、5スパンだったら5スパンとか、この、10メーターぐらいのやつ、はい、ブロックで、ボーってレッカーで、持ってきて、で、下でバン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 ってバランス、すごい、あ、上にわざわざ、そうそう、上にだって全員みんなこうやって縦に折らなくていい、あー、10人とか縦に折らなくていい、はいはい、で、上に2人だけ折って、はい、ゴソッつってウィーンって持ってきて、ぐるっと、で、下で2人、バラシ、バラシがすぐ簡単に、そうそうそう、簡単に自分できるように、あー、そうで、そういう、まあそのやり方のユニットって、まあ、結構いろいろさやってるんだけどさ、はい、一足っていうのがあんまりやってなかったからさ、みんな、はい、その結局一足なんてさ、ここの出とるこのコブ、はい、爪がちぎれたらもう終了やん、はいはい、ここちぎれた瞬間にバーン落ちるやん、はいはいはい、なかなかやってなかったけど、その専用の機械とかみんな作ってさ、はい、やっぱ効率はそっちの方が早いもん、ね、ああ、そう、どれぐらい変わるんですか、その小手の入会道場の回転のバラシと、うん、その今、花道さんのやられてるバラシ、はい、時間で言ったらどれぐらい変わるんですか、いや、その小手じゃ使わんもんで、そうで、そのあとはもう現場よりやりやすいやりにくいで、はい、変わってくるで、戸建てだったらどうだろう、戸建てで分からんな、戸建てっていうのは大体もう2人3人で、そうですね、2軒ぐらいじゃん、はい、そうですよ、でもその方が効率はいいんですよ、効率はいいですよ、それは地面でバラシができる、そうそう、で上で結局バラさなくていいし、そうですね、中間にも人いらんし、ないない、だから逆にそのね、地面でパパパッと叩いて、で、もう材料を下にぶん投げて、はい、もうそれを片付けるみたいな感じだから、はい、もうめちゃくちゃ早いは早いよ、わざわざ遠くまでも材料を投げたんです、はい、あ、そういったなんかいろんなそのやり方も道具とかも見れるもんで、はい、勉強になるとすごい勉強になる、はい、で、これやった方がいいじゃん、これやった方がいいじゃんとかっていうのも言えるしさ、みんなに、そういうことですね、まあそんな感じかな、だってまあ、ご来客にその外に出て近況って言ったら変わんないんだけど、はい、ずっとね、だけど、ただ勉強になることはめちゃくちゃある、へぇ、はい、ということで、まあほんと今回の動画ね、いいと思ったら、はい、チャンネル登録いいね、あと、まあ僕とムノンのくらいに対するコメントだよね、そうですね、できればね、インサイド DM してほしいよね、いや、もちろんです、女性限定でね、いや、ね、おっしゃる通りです、はい、あ、で、あと、余談で言ったらさ、今日現場で会って、はい、多分その、みんなさ、その俺もちょこちょこ動画出とるやん、はい、で、なんかコメントにもなんか入ってるやん、寺道さんやめたんじゃないんかみたいな、あー、はいはい、その今日たまたま現場だってさ、はい、あれ本当にあの動画って本当だったんですねとか言って言われて、はい、俺全然関係ないし塗り替えとじゃねえよって思ってないじゃん、南瀬子、あれかいこと本当だったんです、あ、本当っすよって今僕全然一人で入ってますよこの現場とかあ、そうだったんですね、多分視聴者さんも多分さ、その分かってない人もおるかもしれないもんで、多分いますね、ね、はい、で本当に解雇の話がやめて、本当に現場にいますんで
ほんと現場だったら全然声かけてください、ぜひね、はい、いい人なんで、まあ、そんな感じ、そんな感じですか、そんな感じです。はい、じゃあね、求人、何ね、求人道場か、求人道場ですね、求人道場、まあ建設業専門でね、なんかやってて、あとなんか、なんか俺が別になんかあれか、いや、でも、野倉さんがあるでしょ、野倉、野倉、塗装したいお客さんと、はい、塗装できる会社さんをつなげるマッチングサイトの方も、僕らの方、二階道場でやってるんで、はい、もしよかったらサイトの方、登録の方よろしくお願いします。それじゃあ、また見てね。